秋の麒麟層族は、菊花の族の一つである。黄色い小さな花を多数つけるのが特徴。俗名は、くっつける、または、欠けたところを修復するという意味で、ヨーロッパで、秋の麒麟エスバーガーヤが、薬草として用いられていたことによる。北アメリカ大陸を中心に、ヨーロッパ、北、アフリカ、中近東、アジアなどに分布しており、一部南米にも分布する種がある。 日本にも、秋のキリン草や、宮間秋のキリン草などの自生種がある。100種余りが知られているが、一部を別属とする分類法もある。ほとんどすべてが他人草で、茎は直立し、草丈は数十センチから3メートル以上になるものまである。葉は細く、前縁、または、巨子がある。開花期は、夏から晩秋で、小さな黄色の登場花を水上。 または草状に多数つける。外側には一列の絶妙花を並べる。欧米では、聖高泡立草などいくつかの種が、花壇の背景用の草花として栽培されている。日本でも泡立草は、明治期に聖高泡立草も少し遅れて、切り花用の草花として導入されたものであった。あまりにも性質が丈夫で、花の色は鮮やかな黄色で、花水も立派であり、 園芸種として栽培されていたのも頷ける。日本では、秋のキリン草が、秋の野草として親しまれたが、現在では見ることが少なくなり、聖高泡立ち草にとって変わられた格好となっている。S バーガー屋は、ヨーロッパの伝統医学で、皮膚病やインフルエンザ、咳、腎臓血石の薬として用いられていた。ヨーロッパには、S、バーガー屋サブスプ、バーガー屋のみが分布する。 日本の秋の麒麟草はこの種の亜種の関係とされる。以下、日本に分布する種を挙げる。また、以下の種は、気化植物として日本で見られるものである。ありがとうございます。